阿蘇特産の高菜を収穫し、つけて阿蘇の旬を味わう阿蘇高菜祭りが、平成30年3月24日、阿蘇市内の巻で行われ、大勢が訪れて高菜の収穫と漬け込みを体験しました。この体験は、阿蘇 4H クラブなどが実行委員会を作って、阿蘇特産の高菜の旬を味わってもらおうと、26年前から行っているもので、高菜の収穫は、茎を一本一本手で折って行うことから、高菜折りとも呼ばれています。この日は、熊本市内などから子供連れなど大勢の人たちが訪れて、15センチ前後に生育した阿蘇高菜を実行委員会のメンバーらに聞きながら、一本一本丁寧に折っていました。実行委員会関係者の話では、昨年の10月下旬、80アールの水田に高菜の種をまき、今年の生育状況は良好ということです。高菜祭りに参加した人たちは、1000円の参加費で6キロの高菜を収穫して、塩と唐辛子で高菜を揉んで樽に漬け込んでいました。中には、旬の阿蘇高菜の味は美味しいので、毎年来ていますという参加者もいました。漬け込んだ阿蘇高菜は、4、5日すればピリッとした独特の辛みのあるシャキシャキとした食感の新漬けが味わえるということです。